はい、56回目、アロプリ求人ブログでございます。山田でございます。まあ、前回ね、お金の、価値というか、なんていうのかな、お金をね、これは本当に声を大にして言いたいんだけど、もったいない人生になる、お金、なんつうのかな、お金の感覚、そう、それが言いたかった、お金の感覚がずれてくると、ある意味いいし、そういう風になっててもいいんだけど、それをだからあくまでそのいろんな感覚のいる持ってる方がいるっていう風に生きていってほしいですな。だからもっと言うとね、これは偉そうかもしれませんけれども、お金の感覚がね、例えば1万円がさ、一般的に100円ぐらいの価値になっていったとするじゃん。だからそれはその価値になってくるのはいいことなん、いいことというか悪くはないんだよね。たくさんお金を稼いで、より、経済的に豊かになるというのも、一つの目標だったりもするし、いろんな方の目標だったりもするし、それは悪いことではないし、そういう感覚の方たちと縁をするようになるから、それはそれで、特にビジネスマンとかにしてみればいいことなんですね。より次のステージに、より次のステージの方たちと、縁すること、意味が分かんない、喋りができない。要は、分かりやすく言うか、月収100万になったら、月収100万の仲間ができるし、月収1000万になったら月収1000万の仲間、そういう人たちの仲間、縁をするっていうんですか、その、つるみの法則ね、言いたかったのは、つるんでったりするようになるので、それはそれで、悪くないことなんですよね。だけど、ね、例えば、プリエールのセラピストさんの話にするとしたらね、月収10万円の主婦の方が、月収10万円の、仲間たちがいっぱいいるわけじゃないですか。で、月収50万の方っていうのは、ちょっと雲の上の感じ、主婦のバイトパートで旦那さんの収入とは別に月収50万もらってる方がいたとしたら羨ましいし、ちょっと別世界って感じするじゃん。でもあなたが月収50万になったらフリエールのお仕事でね、それはそれでいいんだけど、で月収50万の仲間もできると思うよ。同じような、境遇のセレブの方たちとか仕事頑張ってたくさん稼いでる方の友達が増えると思う。それはそれでいいんですけど、月収10万の方にもさ、いい仲間がいるわけじゃんよ。月収10万の月収でちょっとえぐいこの話、月収10万の仲間でいた中にも大切な仲間っているじゃん。大切な友達いたでしょ、いるでしょ。心が素晴らしい方もいるだろうし、かけがえのない人生の中で必要な存在っているとするじゃないですか。そしたらそういう友達も別に捨てることはないわけだから、そういう方たちのお金の感覚にもう組んだやっぱり立ち振る舞いをした方がいいと思うしね、すべきだと思うわけですよ。それがなんかね、できなくなっちゃう人がいるわけ。特に若い子でね、50万とか稼いじゃうとやっぱりお金の感覚がずれてくるっていうケースは多々散見できるわけですわ。それはちょっと残念なことなんだよね。残念。でもうちょっと分かりやすく言おうか、月収50万取りましたと。でそれなりの男性と遊ぶようになるじゃん。それこそ会社の社長とかさ、IT 企業の重役とか、とも出会えるようになるようなケースもあるわけ。そしたらさ、やっぱ何でも買ってくれたりとかさ、いいよいいよ、飯だって思ってやるよとかさ、そういうのも当たり前の世界だし、そういう、例えば車ベンツ乗ってるとかね、
なんかかっこいい会社乗ってるとかっていう方たちとも出会えるようになってくるかもわかりません。そんな中でね、そういうのが続くと、それが当たり前になってしまうんだけど、普通の企業でさ、普通に汗水垂らして働いてる、同年代の男性にも魅力的な男いるじゃんよ、うん、めちゃくちゃ優しいとかイケメンかっこいいとかね、仕事すげえ頑張ってるとか熱い人だとか、そういう方ともデートする機会があったような時に、社長連中と遊んでるような感覚で月収50万で彼氏の月収1000万みたいな感覚で、ね、3、40万の月収の普通のサラリーマンの方とね、デートしたりするときにやっぱズレが生じるんだよね。ちょっとわかるでしょ、話は下手だけどわかるでしょ。それって大事な、その本当に自分のかけがえのない最愛の赤い糸がつながった、彼かもしれないのに、そのお金の感覚のズレで失っちゃうことってあるんですよ。で、こんなチンケな男いらないわって、本当はそういう人が好きなタイプなのかもしれないけどね、なんかもったいないことも見たことがあります。プリエルでってことではないけどね。だから、いや、プリエルのセラピストさん彼氏いるいないとかも俺全然知らないから、ね、実はそんな話しないし、もっとした方がいいんだけどね、本当はね。あんまりプライベートな話知らないんですけど、まあそれより前とかでもこういうのよく目にしたこともあったので、本当に大事なのは 何なのかいっていうね、のは忘れないでほしい。いっぱい稼いでいいけど、そういうお金の感覚がずれていってしまうのは、ちょっと残念なことなので、自分は次のステージ、例えば月収50万円のステージで、さらに戦っていく。それこそ今度独立するとかね、いろんな先生になるとか、いろんな次のステージに行って次のステージで出会うような方たちもいっぱい出てくると思うけど、まあ普通のというかより一般的なお金の感覚の方もこの世の中にはいて、そういう方たちの中にも素晴らしい方いっぱいいるんだよっていうことを忘れないでいてほしいですね。やっぱり金の感覚ずれてきちゃうからね。それがいかんのようですよ。もったいないんですよ。だからたくさん、そこはちょっと常に自分を戒めて、これだけ稼いでるのはちょっと特別なんだと。それだけ自分の、パワーを使って癒しという、癒しの提供という最大のパワーを使って頑張ってるからこそ得られるお金で、なかなか一般的なパートアルバイトでは得られないお金なんだってことは常に意識しなきゃいけませんな、これ。じゃないとしっぺ返し、自分の最愛の人とかね、最愛の、まあ男、彼氏じゃなくても友人とかも失うようなことになったらもったいないじゃん。残念なことじゃんよ。だからちょっと意識してくださいな。頑張れば稼げるけどさ、ちょっとそこは気をつけたいところですな、自分自身。まあ僕なんかも本当ね、たくさん稼げたら自分で戒めるんですけど、全然、稼げておりませんので、それこそセラピストさんの方が、頑張ってるセラピストの方が収入いいんじゃないですか。もうって思ってますけど、これね、当時からなんですよ。収入の入り、仕組みがそうだからしょうがないんですけど。まあ、俺の話はいいとして、以上で、終わります。